皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。侍の快進撃が止まらない。2026年北中米ワールドカップ W 杯アジア最終予選第3節が10月10日に行われ、森保一監督率いる日本代表は敵地でのサウジアラビア戦に2対0で勝利した。これで日本は初戦から無失点での3連勝を達成している。動画、敵地のサポーターを黙らせた先生団。 三笘、森田、最後は鎌田、サウジアラビアから上げたファインゴールを見る。日本は14分、右サイドの堂安律のパスから、相手パーキングエリア内で三笘薫、森田秀正がボールをつなぎ、最後はこの日、2列目で先発した鎌田大地が押し込み先制点を奪う。また、試合終盤の81分にはコーナーキックのチャンスから、途中出場の小川幸輝がヘディングシュートを決めリードを広げた。 サウジアラビアもサレム・アル・ダサウリの鋭いドリブルから日本のゴールを脅かすシーンもあったものの、守備陣の体を張った守りや、鈴木サイツヤのファインセーブなどもあり、選手全員が最後まで集中力を切らさない見事なパフォーマンスを披露。2対0のままタイムアップを迎え、敵地での対サウジアラビア全敗というジンクスも吹き飛ばした。 鮮やかに最終予選3連勝を飾った日本の戦いぶりは海外でも絶賛されている。米スポーツメディア ESPN では、この日の結果を受け、3試合が終了した時点で、日本の8大会連続の W 杯出場への挑戦は、ほとんど順調そのものとなっていると報じた。さらに、中国とバーレーンに対する初戦の勝利は予想されていたものの、 その2試合で合計12ゴールを叩き出したことは、日本の圧倒的な強さを示す初期の兆候であった。そして木曜日、紙の上ではおそらく最大の試練と見られていたサウジアラビアとの競合対決においても、サムライブルーはほとんど危なげなくに大礼で勝利を収めたと分析。日本の干渉だったと評している。同メディアアアは、敗れたサウジアラビアについて、 相手は森保監督の冒険的な新システムである3・4・2の1に対して何も手立てがなかったと振り返る一方で、日本の戦いぶりには、まだ必要に応じて3段階、4段階目のギアを上げる余裕があった、アジア最終予選の3試合で14ゴールを挙げていると3事を並べた。その上で、同メディアは、どれだけ強力であっても、予選全試合を完璧に勝ち抜くことは考えられないと前置きしながら。 それでも現時点では、波乱が相次ぐアジア予選の中で確実に言えることが一つあるとすれば、それは日本を止めるのは容易ではないということだとして、日本のチーム力の高さを強調している。今回の予選で最大のライバルとも目されたサウジアラビアも難なく撃破した森保ジャパン。先発、控え選手とも、それぞれが結果を残すなど、まさに天井知らずの強さを見せつけている。 10月15日、4連勝がかかるホームでのオーストラリア戦への期待も膨らむばかりだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。